環地方の一部ケントン・モンパン2州および北部マライのケランタン・トレンガン・ケダー・ペルシ4州の大国領土編入に関しては、たる7月4日東条首相のバンコク訪問の際、李文大国首相との会談において確約されたのでありますが、この度これに関する日台条約の調印式が20日バンコクにおいて、日本側坪上大使、大国側李文首相の間に行われました。帝国は先の中華民国における治外法権の撤廃、ビルマの独立に次いで大国と領土条約を締結、その聖戦目的を中外に専用したのであります。大国多年の宿願は帝国の代表的態度によって実現し、大国国軍の精鋭は李文首相統監のもと堂々の分裂行進を展開。また我が期待の象徴たる青少年団岩ちょん岩なりもこれに参加して、この歴史的な日を記念したのであります。